泣いてたんだけど。なんで泣いてたの？あのね、うん、ママ聞いて。一瞬あの歌がよぎった。よぎった。すいません。ね、よぎりました。あのね、明日運動会なんですけど。そうです。ついに。明日運動会なんですけど。ちなみに今日はりりちゃんの担当。そうですね、もうこれが上がってる時には私の音楽会は終わってる。確かに。あらやだ、あらやだ、なんでそんな落ち込んでるんですか？聞いて、うん、あのね、もういいか、まあ、聞いて、もういいです、それあのね、うん、私 50m 走、あの徒競走をやるんですよね。で、その徒競走をやる順番がその 50m 走のタイムで決まるんですね。でタイム測るじゃないですか。うん、全力で走るぞとか言って走るじゃないですか。それで走ったんですよ。だから最終レーンになっちゃって、1レーンから11レーンまであるんですけど、11レーンの一番速いレーンになってしまって、で私が一番そのレーンの中でビリなんですね。タイムが 50m 走の終わった、ビリかって。もうやる前からビリが分かってるというね。なんて虚しいんだ、運動会なくなればいいのに。いやいや、最後の運動会なんだからそういうこと言わないんだよ。シャープ。そうね、で、でもう一個前のレーンだったら、うん、そのギリ2位3位は取れたと思うんですよ。そうでしょう。最終レーンになったからビルっすね、私。で、去年担任だった先生に、その今の担任の先生が見せたのって、うん、その表を、うん、何でしようここにいんのって言われたらしくて。あ、去年のだから担任先生、うん、私のほら5年生の時のタイム知ってるから、うん、何でしようここにいんの。みんなさ、超早い、もうベテランの方なのに、うん、私だけなんかでな。いや、ベテランじゃなくて落とすでしょ。走るのはプロなんです。プロ、ね、うん、プロ中のプロ。スポーツ万能、ね、そう、スポーツ万能だったの、みんな私だけみたいな。もうメンツがさ、でもさ、友達の嘘を見てくれたんでしょ、うん、全員転んだら1位だよとか。そうだよ、しんちゃん大丈夫、この中で全員転んだらあなたが1位だった。すごい慰め方だよ。それはそれで虚しくなって、そんな友達にそんなこと言わせるのか、私みたいな。でママからのあれはね、あのぶっちぎりでビリよりこう接戦でビリの方がかっこいいから、接戦でビリになるから頑張ってねってね。けど聞いて、転んだら道場変えるよ。よ、頑張れ、最後まで諦めるなっていう。ビリでもお前よく頑張ってたって言われるわけ。やめて、転ぶの、ビリなのに転ぶの。でもさ、1位の子が転んでビリになっちゃうならみんな頑張れとかなるけど、もともとビリの子が転んだの。ビリの子が転んだのにならない？大丈夫？すぐに虚しくなんない？確かに。
跳び演技をしますね。そうですね、今年は、うん、今年はその6年生と5年生が縄跳び演技することになって、うん、音楽に合わせて縄を跳ぶっていうことをしますね、うん、でそのはい、で本当はね、本当は前までその5年生と6年生団体でやるはずだったんですけど、縄跳び演技今年は個人っていうか、まあ前まではもう手とかつないでこうやってなんかアーチを作ったり、組体操並みのなんか表現をするのね。そんな感じの組体操やってたんですよ、その縄跳び演技の前に。でも今年はその触れるし密だしな、本当に個人の縄跳び演技だけって感じで、ね、やっぱね、ちょっとねそれを見ちゃってるから、先輩たちそう、私たち1年生の時から騎馬戦とかそういう密系のもの見てて、すごいそのやりたいと思ってて、心の中では、けどそのコロナ禍っていうのもあってできないっていうね、ちょっと悲しい思いもあるんですけど、でもね、運動会をもうやらせていただけるっていうことだけが素晴らしいので、頑張らせていただきます、縄跳び演技も。でもね、今日ね、あのリミちゃんの運動会見てきたんだけど、まあでも本当に走ることとその各学年なんか発表するダンスとか、ね、ダンスとかそういうの2つしかないから、ね、本当ね、あのすぐ終わっちゃうんだけど、でもそれはそれなりになんかこう応援もほら声出せないじゃん、うん、だけどペットボトルで応援したり、その応援団員が校庭をこうなんか旗持ってぐるぐる走ってで、ウェーブウェーってウェーブしたり、うん、そういうのもなんか今までに見たことなかったから、それはそれで新鮮だなって思ったしね、うん、あとなんかこうまあ半分には分かれてるけど、こう全体で玉転がしみたいなのやってて、全員でこう校庭にわーって輪になって全員でこう玉転がしをするみたいな、一周かな、何週間、3週間、うん、そういうのもなんか今の時期だからこそできるのかなっていう、なんか逆にポジティブに考えれば、このコロナ禍でしかできないことをやってるっていうね。そうだから、なんか見たことがない運動会だったなっていう、うん、いい風に言えば、ポジティブに言えばやっぱいい思い出なんだろうね。そうそう、うん、うん、そうだから見てる親もまあ悲しいね、なんか今まで通りできに何今まで通りじゃないけど、うん、ね、まあまあいいんじゃないかなって思いました。ね、はい、すごちゃんは楽しみですね、明日頑張らせていただきます。すごちゃんはね、他にもなんか前に出てなんかするんでしょ。ダンスと、うん、3年生のソーラン節の、うん、旗走るウェーブ、うん、あれをやらせていただく。そうだからね、そこちゃん6年生だから、どれぐらい6年生のリーダーみたいなのやってるんで、いろいろね、やっぱお仕事があるので頑張っていただきたいですね、最後だし。頑張れ私、頑張る私。はい、ということで今日はね、明日運動会なのでちょっと頑張ろうかなっていう。はい、多分じゃあこの動画上げる時に何位になっただけ、ちょこっと最後に動画の最後に入れとくかもしれません。しほちゃんの結果発表みたいな感じで、マジで言うの。でもここまで言ったらみんな超気になるよね。気になるでしょ、しほどうせビリだろ。しほどうせビリだろ。でもこれでビリじゃなかったら受けるよね。うん、頑張ってね。しも頑張ってね。果たして転んで同情を得るんでしょうか。どうかな、楽しみですね。ちょっとまあ動画はね、学校バレちゃうんで、しもちゃん卒業して問題なくてもりみちゃんがまだいるから、ちょっと学校はバレたくないので動画は多分出せないと思うんですけど。いや、卒業してもダメだろ。そうか、そうだね、ダメだ。そうだね、引っ越すわけじゃないもんね。はい、そうですね、頑張ってきます、はい、ということで、それではバイバーイ。あざした、あざした。